なんでここにいると思う？印鑑証明とかいるんだよね。何するつもりなの？分かってるくせに。こんな傘までさしてもらっちゃって、もうなんか買うの想定してるんですけれども、お店の人が東京兄さん来ちゃったよ、またほらほらほら。でこれが俺のデイズ。いや失礼します。あ、こういうことやってるんですよ。リーフを電源に空気清浄機を動かしてるんだ。リーフの使い道はいろいろあるね。最終的には考えてるのがこの色なんですけど、どうでしょう。これの肉なら、大橋さん、これの肉なら在庫っていうか即納あるんですよね。はい、即納者ございます。この色か赤黒の四駆一回乗ってみたいんだけど、色はこっちだよな。この人気どうですか、色。そうですね、やはり、まあ、どの車でも人気なカラーになりますので。セールス上手いやでもね、これこういっちゃなんだけど、ワンランク上の車に見えるんですよね、この色ね。見てる人いるわ。こんにちは、こんにちは。これこれ4人いるわ、4人、見てる人、うん、ガチで買うんですか。ガチで買うよ。お金持ってきたよ、お金。パンパンだよ、ここ。現金か、うん、色をね、最終的にずっと迷ってたんだよね。この色がね、赤黒、それからこれ CM でやっている頭が白で紫のやつ、それと今ここに置いてある、チタニウムグレー、見える？これのどれにしようかと思ってたんだけど、やっぱり現物見たらチタニウム。もう44人も見てんの？これを今から買うよ。もうしょうがないじゃなくて、欲しいんだもん。見て、これ広いんだよ。でね、何がいいかというと、こう開くかな。大橋さんごめんね、生中継しちゃってるんで。生中継しちゃう。かきかきがないと足で開かないのね。そうです。で、今キーがここのポッケの中入っていて、で車はロックされてる状態で、ここに足を入れます。するとほら、あら、お利口。何、最近当たり前だって。いや、当たり前って言ったって便利でしょ。それからあと、こういう後部座席がすごい広いのが現れました。で、この足の広さ見てよ。軽自動車でこのサイズすごいよね。で、俺の今日上げた YouTube 見てもらえば、もっと自転車積んだりしてるところとかいろいろ出てるんですけど、じゃじゃーん、自転車どうでしょうか。じゃんじゃじゃじゃーん、自転車バッチリ入ってんな、これ。ほら、バーベキュー、さっきのセットで、この想定ではですね、子供は乗れないので、まあカップルが2人で自転車で、で、バーベキューの道具とかを積んで地方のキャンプ場に行って、でその周りをサイクリングして楽しむという、そこまでできちゃいます。これすごいでしょ。ルークスいいわ。めちゃくちゃ欲しくなってきたわ。これありだね。まあもちろん実際にこの車で移動しようと思ったら、もうちょっと自転車とかそういうね、バーベキューのキャンプ道具とか止めなきゃダメですよ。そういうの言っとかないとね、もう書き込む人いるんだわ、分かってるっつの。でこのままで動かさないで、ちゃんとこうギリギリギリっと閉めて止めてくださいということは言いますが、これができるってことですよ。すげえ。でこれができる軽自動車、スーパーハイトワゴンだったら結構あるっていう話は分かりますけど、それの行き帰りにプロパイロットが使えたり、それからすごい静かであるとか、そういうことがね、やっぱり一つの大きな特徴になると思うので、そこら辺は、組んでくださいよ。あ、こういうのもあるんだね。
こういうのだってファミリーだったらさ、子供が何かこぼした時にもいいですよね、きっとね。こういうふうにいろいろできてる。オプションすごいな。これですよ、これ。これちょっとね、これがすごいんです。9インチですよ。ほら。これ、その辺の高級車よりでかいっつうの。今なんか重要な話ある？やってて大丈夫ですか？大丈夫ですすいませんね、すいませんね。今何待ち？今ちょっと査定の。査定待ちね。はい、査定待ちです。おっとおっと。ティッシャンのマスク、まさか、アベノマスク。アベノマスク2枚目です。1枚目はもう2回洗ったらボロボロになって捨てちゃったよ。もやっちゃえやっちゃえと。色は何色に、だからシルバーって言っとるがさっきからアベノマスクに反応してんな。そういうガラスがついてんだね。フロントドアガラス 99%。 カタログも綺麗にできてんなこれ。ほら、鉱石を倒せば27インチの自転車も積めます。これタイヤ外すとね、2台積めますから。自転車2台、それからあとバーベキューコンロのでかいの、それからあとマットとかテントとか食材のクーラーボックスとか全部乗りましたよ。とりあえず4人でバーベキューに行くっていう想定だとこうなります。これだけ詰めましたよ。完璧でしょ。家族4人で行くんだとしたら、子供2人で、子供が小学生ぐらいだったら全然行けちゃうと思う。クーラーボックスでしょ、それからあとここに子供と一緒に寝転ぶエアベッドでしょ、それからあとテントとか、テーブル椅子、それとあとここにお皿とかいろいろなもの、さらに極めつけがこのバーベキューコンロ。昨晩 YouTube で見ましたそう、あれ全部乗った。すごいですね。すごいですね。すごいね、詰めるなこれ。ああこういうのもあるんだね。こういうのだってファミリーだったらさ、子供が何かこぼした時にもいいですよね、きっとね。こういうふうにいろいろできてる。買ってしまいました。単純に買ってしまいました。また買ってしまいました。あれです。担当の大橋さんです。よろしくお願いします。はい、新車の広場、新車の広場目黒店です。住所は品川区になります。そうですか。で最終確認です。私は今色を悩んでいたんですけれども、最初四輪駆動を言っていたんですね。四輪駆動のハイウェイスター G ターボプロパイロットエディション全部乗せ、いい値段するんですけど、まあ車内かなと。もう今さちょっと高いけど、でもこれって普通の車登録者から軽自動車に来る人って結構多いから、こういうニーズってあるんでしょ。そうですね、維持費という面でも、うん、メンテナンスから、税金から、まあ、全て普通車と比べると軽自動車は大変お安くなっておりますし、皆様今コンパクトカーから軽自動車に移られる方というのは非常に多くなっております。これにします。確定で。ありがとうございます。はい、肉のハイウェイスター G タイププロパッドアイロットエディションで、この USB ソケット、それからあとはプラズマクラスターシーリングファン。俺ナビとあれがあればいいんだよ。ナビとドライブレコーダーと、それからあと、USB ソケット、この3つが最低ついてないんですけどね。かしこまりました。それですね、ナビゲーション、そう9インチね。あとフロアマットとかもね、普通につけるしね。カーペットセット。はい。あと見た目はノーマルでいいです。はい。でもうですね、今回はハンコをしてきちゃったんで、で書類も持ってきちゃったんで、それを今出して、今はもう書類とか全部持ってきてるんで、家にあるっていうね。これが車検の委任状かな。それから、はい、
もういろいろハンコとかガンゴ押してあるので、じゃあもうこれで問題ないってことで発注終了ですか。はい、はい、ではこれから発注させていただきます、はい、注文はこれで、はい、完了でございます。はい、はい、買っちゃったやっぱしイエー